本来であれば、共同代表の近藤昭一さんがご挨拶なさいますのですが、今日は皆さんご承知のように国会は大変慌ただしく、ちょっと3つも4つも重なっておりますので、後ほど来られましたらまたご挨拶可能なところでさせていただきます。今日はテーマですが、どうなる日本のエネルギー政策ということで、ちょうど今日まで COP28 が、開催をされておるということですが、だいたいこの間、私どもにも報道で伝えられるところもございますが、改めて環境省と外務省の方、あるいは経産省資源エネ庁からですね、COP28 についてということでご報告をいただいて、特に原子力と再エネ政策、それぞれ3倍、3倍なんですけれども、再エネの方は、そう言いながら2倍止まりですし、原子力の方はこれから3倍にするというが問題もございますし、ということで、まず冒頭、環境省からご報告をお願い申し上げます。今日、有識者は飛鳥先生と、あと、ズームでお入りの先生もおいでと思いますが、よろしくお願いします。環境省さん、お願いします。はい、環境省の、地球環境局、竹田と申します。よろしくお願いします。私の方から簡単に5分程度ですね、今の、COP28 の概要といいますか、こういったところをご紹介させていただきたいと思います。ご承知の通り、COP28 はですね、先月30日から、UAE のドバイの方でですね、開幕しておりまして、予定では今日12日までというふうな期間でございますけれども、目下、私どもが入手している情報の限りでは、まだ交渉が続いているというふうなことで、今日、クローズするかどうかっていうのは、まさに交渉次第というふうな状況と、ご承知しております。で、このですね、COP28 のですね、冒頭には、12月1日になりますけれども、首脳級のセッションが設けられておりまして、1日と2日ですね。で、1日の方で、岸田総理の方からですね、スピーチをされたというふうなこともございました。で、今回のですね、COP28 の、主要な論点といいますか、テーマに関しましては、報道ベースでよく取り上げられているというのは、いわゆるグローバルストックテイクというふうに呼んでいます。これ、パリ協定の目標達成に向けた、世界全体の、気候変動対策の進捗状況を、強化するというふうなことでありまして、これは初めて、パリ協定の下で行われる、グローバルストックテイクとしては初めて、結論を言うというふうなことで、今回の COP28 の合意文書の中で、どういうふうな成果文書を、まとめられるのか、で、それに基づいて、今後世界全体で、どのような排出削減対策の強化、野心の向上というふうなことを、まとめていくというふうなことが、一つ大きな、論点だというふうなことで、まさに、今ですね、最終盤の議論が進められているという状況でございます。で、その他にもですね、例えばその緩和だけではなくて、適用というふうな文脈で、これCOP26、の舞台でですね、採択されておりました、世界全体の目標に関するその作業計画というふうなところを、今回取りまとめをですね、目指していくというふうなこともテーマとしてはありますし、それからもう一つ適用とちょっと似てきなのではありますけれども、いかにその損失と損害、ロス&ダメージの、論点も、当時ございました。ただ、こちらの方は、その冒頭ですね、会議の初日において、基金のその概要といいますか、昨年設立されることでは決まったんですけれども、それに関する、その運用のですね、話についたところが、その合意を得たというふうなことで、来年以降ですね、この具体的なその運用のあり方について、さらに、議論が深められていくというふうな状況。これは、珍しくですね、COP の中でも初日に合意を得るというふうな展開でございました。その他ですね、途上国中心に、やはりこう、いろいろこう、ニーズが高い、その気候資金、資金のお話に関しましても、これ2025年以降のですね、例えばその、合同資金目標、そういったところに関しても、今後、引き続き議論していくというふうなところが、争点となってございました。で、日本の方からはですね、岸田総理の方からも、ステートメントをさせていただきましたけれども、日本が、2050ネットゼロ、あるいは2030年度の46%の削減に向けて、どういうトラックを、歩んできているのかというふうなことが紹介されておりまして、
直近の2021年度までの情報ではありますけれども、まあ、約、基準年2013年に比べて、20%強ですね、削減をしてきているということで、まあ、着実に削減は進んできているというふうなところが紹介をされました。まあ、各国ですね、いろいろ削減状況に関しましては、進んでいるところ、あるいは苦労しているところというふうなことございますので、こういったあたりも、まあ、今回のグローバルストックテイクを踏まえですね、また次の、目標といいますか、といったところに向けた議論が進んでいくというふうなことが想定されております。で、一方で、その世界全体の、まあ、CO2 あるいは温室効果ガスの排出量というのは非常にこう、まあ、増大が続いてきておりまして、まあ、この COP の前後、まあ、COP 前にですね、おいても、さまざまな国際機関からですね、まあ、気温上昇、100年時点でですね、気温上昇については、いろんなレポートが出ているというふうなことでございまして、まあ、取り組みとしては本当に待ったなしであるというふうなところ、これは認識は共有されております。で、そこに向けて、実際にそのまあ目標を設定し、さらにそれを着実に実行していくと、どういうふうにその実践していくのかというところが、まさに問われているというふうに考えておりますので、まあ、日本としては、自らの排出削減ですね、しっかり進めていくということは、当然のことでありますけれども、例えばそのアジアですとか、そういった途上国を含めてですね、今後のその世界全体のその排出の削減に、まあ、いかに貢献していくのかというところについて、さまざま、セミナーですとか、まあ、ジャパンパビリオンの中で、さまざまな技術も含めてですね、紹介をさせていただいております。こういったところも通じて、しっかり貢献を果たしていきたいというふうな、ことで考えております。冒頭としましては、大体以上の、形で、いきたいと思いますけども、よろしいでしょうか。以上です。はい、では続いて経産省資源エネ庁の方からお願いいたします。経済産業省資源エネルギー庁から、それではまずはじめに原子力3倍宣言につきまして、ご説明申し上げます。会議の資料の方で、書いていただいておりますとおり、世界の原発の設備容量を2050年まで、各国の国内事情の総量を認識しつつ、2050年までに2020年比で世界全体の原子力発電容量を3倍にする。これが今回、日本を含めました22カ国、その後2カ国追加になっておりますが、で、合意した内容となっております。この合意に向けまして、合意なんですけれども、我が国としましては、原子力を利用する第三国への、安全性の高い革新炉の導入支援でありますとか、志を同じくする国々と連携しまして、原子力関連機器のサプライチェーンを強靭化する。こういった取り組みを通じまして、ネットゼロ、2050年のネットゼロを実現するために、原子力分野としても協力、貢献してまいりたいというのが、この、世界、今回の原子力3倍の合意の趣旨であります。また、今回、世界全体で、設備容量を3倍にするという目標を達成しておりますけれども、日本国内で、国内という観点で申し上げますと、2021年に改定しましたエネルギー基本計画におきまして、安全性の確保を大前提として、原子力比率を2030年に向けて、20から22%にすることを目指していくという目標を設定しておりますけれども、今回この20から22%を目標にするという目標については一切変更してございません。今回の、COP の合意があったからといって、その20から22%という目標を変えていくということはございません。また、2011年の福島第一原発の事故の、以前には、原子力比率というのは約3割、日本のエネルギーの中で約3割ございましたけれども、これを20から22、に目指すということになっておりますので、原発依存度を低減していくという日本政府としての方針について何ら矛盾することではないというふうに理解しております。以上、原子力3倍に関するご説明になります。もうその下の方も続けてくださって結構ですけれど。はい、続きまして、再生可能エネルギーについてご説明させていただきます。再生可能エネルギー3倍につきまして、先ほど環境省からの説明でもございました通り、首脳セッション、COP の、
12月1日、2日ございまして、2日のワールドクライメートアクションサミットにおいて、当初報道で118カ国とございましたけど、今、国のオフィシャルホームページは123カ国が賛同する形になっております。で、こちらの中では、世界全体の、再エネ導入を、3倍ですね。で、こちら、各国の、事情なども考慮しながら、共同していくといった、文書でございます。で、こちらについても、原子力同様にですね、現在のエネルギー基本計画36から38%を、着実に目指す。この中では、太陽光、風力もさることながら、地力、水力、バイオス、こういった電源も、あらゆる最大、再エネを最大限導入していくというのが、基本的なスタンスでございます。加えて、国際的な、貢献としましても、まさにこれから、開催されます、アジアゼロエミッション共同体の枠組みを通じた、再エネの、取り組みの推進などですね、世界の脱炭素にしっかり貢献してまいりたいというふうに考えているところでございます。再燃に関しては以上でございます。この質問の中にですね、差は去りながら、これ2030年までに世界全体で3倍ということで、日本は36から38%エネルギー基本計画の中の数値でやるというお話でありますが、この再エネの出力抑制ということが非常に今年の4月から9月の期間で昨年比の3倍となっているという報道がありますが、これについてはどこがお答えいただくんでしょう。はい、お願いします。再エネの出力制御については、これはもともと電力の安定供給を維持するためにですね、需要を供給が上回るという、そういった場合に行われるものになっております。そういった中で、出力制御2018年に九州エリアで初めて行われて、今足元では全国に拡大をして、量もですね、増加傾向にあるというところでございます。こういった状況とさらなる再エネの導入拡大というのを目指すためにですね、資源エネルギー庁においては、出力制御対策パッケージというものを取りまとめるということにしております。これ年内に取りまとめになっております。このパッケージの中で、例えば需要面での対策として、蓄電池の導入であったりとか、需要家のディマンドレスポンスを促すための電気料金メニューの多様化と、こういった取り組みによって、まずは出力制御が起きるタイミングにしっかりと電気を使うという、そういった取り組みを推進していくということが、まず一つ目でございます。さらに、供給面というところでは、再エネ発電設備のオンライン化であったりとか、火力の出力の引き下げというところを実施をすることによって、再エネが優先的に活用される、こういった制度的な枠組みを措置していきたいというふうに考えております。さらに、中長期的にはですね、地域間連携線の増強というところも対応していくということによって、今足元では九州エリアで制御が起きているところを、九州の電気を本州にもしっかり送れるような連携線、この増強をしっかり進めていくということにしております。こういった需要面、供給面、そして系統増というところの対策をしっかり進めることでですね、再エネの大量導入に資するような対策を打っていきたいというふうに考えております。はい、また後ほどご意見もあろうかと思いますので、一応今のご説明をお聞きしておきます。その下の大型乾電池の設置等々、これは今もおっしゃったというふうにみなしていいですか？すいません。では、補足だけさせていただきたいと思います。はいはい、お示しいただいてますように、大型蓄電池の設置についてということで、12月4日のですね、日経新聞の電子版の記事をお示しいただいておりました。で、こちらにですね、経済産業省大型蓄電池設置への補助を拡充するとかですね、複数年の制度にするということを書かれているんですけれども、ご承知の通り、現時点ではまだ財政当局と調整中とですね、予算要求中でございますので、現時点で、こちらが決まったというものではございます。補足でございました。野党の化石賞を名誉なことにいただいたと
ということで、去年もそうですが、このことは、環境省に伺いましょうか。はい、環境省でございます。その化石賞をですね、3日付の方でいただいたというところ、確かこれは石炭、火力といいますか、そういったところの、関係だったというふうに思いますので、もし、資源エネルギー庁さんの方から補足があればと思いますけれども、化石賞をですね、授与している、その主催団体に関しましては、民間の団体というふうな、ことで、考えておりますので、ちょっと、その一つ一つの、活動に関しまして、私どもの方から、何か個別に、コメントというふうなところは、特段ないんですけれども、いろいろ、何でしょうね、その対策にですね、パスに関しましては、いろんなご意見があるというふうなことは、国内が、承知をしておりまして、私ども一つ一つ、そういった声は、耳を傾けているというふうなことかと思いますけれども、他方、今、温暖化対策ということですとか、エネルギー基本計画ですとか、それとその政府全体のその計画の中で、2030年度46%削減、それから2050年のそのカーボンニュートラル、ネットゼロというふうなところをしっかり目指していくというふうな方針、これは固めておりますので、まずは、そこの実施に向けてですね、一歩一歩、着実に対策施策を、進めていく、総動員していくというふうなこと、これは政府の方針でございます。そういったところをですね、やっていくことで、まずは、足元のですね、対策、削減をですね、しっかりこう進めていくということ。それを通じて、また新しいその技術ですとか、そういったことをですね、しっかりこう広めていく、貢献していくということが大事だというふうに考えておりますので、私どもその、あえて主観として申し上げるとするならば、そういうふうなことかというふうに考えております。以上です。はい。これもまた後ほどご意見のあろうところかと思いますが、最後にお聞きしている COP に参加する前にどのような準備、会議体がなされるのか、担当省庁はどこなのかということとも関係いたしますが、今の環境省さんのお答え、例えば、市民団体が、なんというか、賞を出している、ことに過ぎないとまでは言われませんでしたが、2年連続、2回連続って言った方がいいんでしょうか、指摘をされていて、で、日本としての望む、次の COP に臨む時の、様々な検討とか、指摘されるところには、それなりの根拠もあるわけで、そうした、次に COP に臨むときに、その前回指摘されたこととか、そういうことはどこの会議体で、どのように、調整がなされるのでしょう。そのことも含めて、さっきちらっと、石炭だから、資源エネ庁さんっておっしゃいましたが、そういう問題ではなくて、エネルギー政策全体としてね、また要するに石炭の削減が十分じゃないって簡単に言えばことなんだと思うんですけれど、前回そういう指摘を受けて、で、また今年受けてってなってるので、そういうことについて、どんな会議体があって COP に臨んでるんでしょうっていうお尋ねなんですけど、最後は。外務省です。すみません。ちょっと一般的な、答えになってしまい恐縮なんですけれども、COP に、初めですね、国際、会議に、参加する前にはですね、COP の場合は、当然、環境省、経産省、そして平省を中心にですね、関係省庁が緊密に連携してですね、しっかりと調整をして、準備を行っております。それは当然なんですけれど、いろいろ指摘されるところについての対応も当然話されているんですよね。環境省、経産省、外務省で臨むっていうのは、もうそりゃそうなんですけれど、教えていただきたいのは、こういう国際会議に臨むにあたって、毎回のことですから、その都度、例えばできたこと、できないこと、課題とか、共有されると思うんですよね。それがどんな会議体でどのように、じゃあ、この COP の27から28までの間に、最大限皆さんが、ここを課題となさったことは何なんでしょうか。今の一般的じゃなくお答えいただきたいですけど、外務省に。
外務省の地図にさせていただきます。先ほど、外務省の方から話があったことと重複するんですけれども、やはり我が国としてですね、すべての締約国に対して 1.5 度の目標に成功する排出削減、2025年までの世界全体の排出量のピークアウト、すべての部分、すべての温室効果ガスを対象とする、総量削減目標の設定を、求めていく、そういう方針のもとですね、今回も各省庁で調整を行っていくということでございます。それもとっても一般的で、わざとはぐらかしているのか、失礼ながら、やっぱりもっとその時課題とすることがあるんじゃないかと思いますが、今日ご参加の飛鳥先生の方から、飛鳥さんはいつも COP28、今回はいらしていたかどうか分かりませんが、 COP とは非常に関心持ってお取り組みでありますので、今の皆さんのご報告を受けて、少し問題点を整理していただけたらと思いますが、いかがでしょう。はい、どうもありがとうございます。東北大学の飛鳥という先生、よろしくお願いします。まだ故障がついているということで、まだ見えないところがたくさんあるかと思いますが、整理という意味で、今お話しあった今回の COP で一番の、イシュー、多分石炭火力なり化石燃料を乗せるかというところかと思うんですけれど、そこがどういう交渉になっているか、分かる限りで構わないんですけれど、そこにおいて日本はどういうスタンス、またどういう立場で交渉に関わっているか、せっかくですので、言えないというお話もお答えもあるかもしれないんですが、少なくとも日本国民として、日本国がどういうロジックで何に関して国際交渉をしているかというのは、やはり国民としてある程度、そういう権利はあるのかなと思いますので、そこら辺少し教えていただければと思います。あと、もう一点だけ、今、1.5 度目標にっていうお話があったと思うんですけど、日本に関しては、やっぱり 1.5 度目標に整合性がある目標、または、政策を取っているかっていうのも大きなポイントになると思うんですね。なので、そこら辺の認識、まず今の目標が 1.5 度目標に整合性があるのか、2番目に今の政策が、例えば 46% 削減に、整合性があるのか、今の 20% ぐらい、削減されていて順調だという話があったと思うんですけれど、これからじゃあ再エネがどれぐらい入るのか、原発がどれだけ入るのか、なんかよくはどういうふうになるのか、いろいろ状況は見極める、少々見極める必要があるのかなと思っています。で、奥との、2032年の予測では石炭火力は 32% ぐらい残るというふうになっていますので、そういうのを考えると、普通に考えると 46% って無理だと思うんですね。で、原発が 5% で再エネが25%、 今ギリギリ来年ぐらいになってほしいんですけれど、20% を丸としたら、パッて計算すると 32% ぐらいしか削減はできないことになります、2030年で。で、再エネが、30% ぐらいになったとして、35、6% っていうのが、簡単な計算の結果です。なので、そういう状況において、どのように計算書なり、環境省なり、環境省を考えているかっていうのを教えていただければ。じゃあ最初の石炭、最大のイシューである石炭火力のフェーズアウトに関して、交渉の中身ある日本の立場というのをちょっと教えていただければと思います。三省さんですか。環境省でもあると思うんですけれど、経産省の資源エネ庁でしょうか。答えはどうでしょう。資源エネルギー庁です。交渉中身のところは、まだ交渉中というところですけれども、
日本の考え方としては、石炭火力、これはまず安定供給を大前提にできる限り、発電比率を下げていくという方針でございます。で、特にまず、2030年に向けては、非効率石炭火力のフェードアウト、これを着実に進めるということ。そして2050年に向けては、水素、アンモニア、CCUS と、こういった脱炭素型の火力発電への置き換えというのを推進していく。まあ、これが、資源議長としての立場になります。確認なんですけれど、まず、対処方針としては、少なくとも会議の前は、フェーズアウトには反対するということで、現時点でもそういう立場はないでしょうか、テキストもいかがでしょうか。まあ、申し上げたところが、始めになります。あと 1.5 度目標との整合性はあるでしょうか。まだに46%削減の可能性や見通しについては、いかがでしょうか。関係者でございます。ありがとうございます。1.5度の整合性に関しましてですけれども、今、日本の方ですね、定めているその2030年の46%目標、中期目標ですね、2050年のそのカーボンニュートラルというところは、私どもと政府としましては、1.5度のその目標にその整合した目標であるというふうに考えております。で、その今のその削減の現状が、実際にその1.5度のその目標達成に整合するのかというふうなところに関して申し上げれば、2021年度直近のですね、温室効果ガスの排出量というふうなところで、考えた場合、これは大体その基準年から20.3%できているというふうなところでありますけれども、仮にその直線的にこう減らしていくというふうにした場合には、今、2050年のその目標に向けた、つまり1.5度のその目標と整合した形で、削減してきているというふうに、私としては捉えております。その上で、今後ですね、様々な、もちろん、制約といいますか、ハードルがあるというふうなことは私ども承知しておりまして、今のその今年ですね、定められました温暖化対策計画ですとか、あるいは、そのエネルギーミックス、エネルギー基本計画ですとか、そういったあたりの、目標に向けてですね、着実に、施策を総動員していくというふうなことが、政府の基本的な方針でございますので、将来の話どうなるかというところはもちろん、予断を許しませんけれども、そこに向けてしっかり、関係省庁連携して、取り組みを進めていくというふうに考えています。以上です。ごめんなさい。ちょっと私は飛鳥先生みたいに専門じゃないので単純にわからないんですけど、2021年は2013年比20.3%の削減で、2030が今度、46%削減になるっていうのが、どのようなシミュレーションというか考え方で可能になっているのか、ちょっと見えてこないのですけれども、数値の目標を上げることは、できると思うんですけれども、果たしてそれが可能になるのかっていうところが、もうちょっと詳しく教えていただかないと、1.5度新目標に達成できますって言われても、どうだろうかっていうのが素朴な疑問なんですけど、いかがでしょう。ありがとうございます。関係者でございますが、今のところ、将来にわたるその排出削減の、可能性に関しましては、あくまでもその今、未来の話ということでですね、正直に水かけるようになってしまうところはあると思います。ただ、その環境省は、もちろんですけれども、政府全体でその決定しております、温暖化対策計画、それからエネルギー基本計画、そういった閣議決定の、内容のもとでですね、今、対策策を、しっかり動員していくというふうなことで進めておりますので、これは、できるかできないかっていうふうなところの、シミュレーションっていうところを、もちろん、いろいろご意見はあるかと思うんですけれども、現時点では、気候変動対策に関しては、その温暖化対策計画に基づいた、その対策をしっかり進めていくというふうなことで、1.5度目標に成功する、中期目標を達成していくというふうなことで、今、考えています。ちょっとひどくないって声が出てるので、じゃあ山崎さん。それ今の、国際的には約束をして、
発生しなきゃいけないって言ってる時にね、いや、将来のことは分かりませんが、みたいなことを、その担当なる環境省が言うっていうこと自体、これ本当に意識事だと思いますよ。これ、本当世界の人が聞いてたら怒るよね。で、なんで化石賞を取ったの？日本は。なんで化石賞を取ったんですか？だって石炭火力をこれからも使おうと。で、高効率だって言ったって CO2 出すんだよ。みんな取り合うとして目標つけて、そうやって止めてるじゃないですか。アンモニア混焼やったって、ね、50% 混焼したって CO2 出るでしょ？ね、その CO2 どうするんだってってみんな心配して頑張ってやってるのに、日本はその CO2 に目つぶってるわけじゃないですか。アルミニウム交渉がいつできるかわからないですよ。ねえ。そんな将来のね、比較的、そういうことを比較的の技術で CO2 の排出をごまかしてるからグリーン交渉って言われちゃうんじゃないですか。違いますか？これで環境大臣にそれを聞いたらね、要は、化石賞なんて決めてる人たちはいい加減な人たちでね、専門性が低いみたいなこと言って、とんでもない話ですよ。環境省とか、検察庁の方が全然低いじゃないですか。ちょっと低すぎないなって。じゃあ本当にアンモニア交渉で、経済して成り立つんですか？アンモニアどこから調達するんですか？何パーセント交渉、いつまで実現するんですか？水かけ論っていうふうにおっしゃったけど、そうじゃなくて、こういうふうにすれば、こうなるっていうのを少し示してくださいませんか。単に、こうだったらいいのになで話し合ってるんじゃないんですよね。今言われたようなアンモニア混焼の現実的な可能性、それがどこまでどう進むのか。それから、私なんかはこの非効率石炭火力を、やめていって、本当にそれで2030年に達成されるんだろうかっていうのがすごく疑問ですから、こういうふうにやろうと思うっていうのが出ないとね、こういう目標あるんだって言って、でもやってることが全然追いついてなければ化石賞になっちゃうんだと思うんですけど、環境省と経産省のお願いします。今の山崎さんは、生産者のものがいいかもしれない。アンモニア混焼で、本当にどうやってアンモニアを手に入れて、どのくらいの比率でどうやっていってどうなるのっていうの。アンモニア混焼水素のことなんですが、先ほど申し上げた2050年に向けてというところですので、この段階でここまでにこの数字でというところをお示しするのは少し難しいというところでございます。浅岡ですけれども、よろしいですか？あ、どうぞ。あ、よろしいですか？はい、私もその化石賞の、に選ばれた2回の時、私もドバイにおりましたんですけれども、日本に対する、世界の目といいますか、多くの人の目は、今のお話と同じようなことを国際社会でもなさるわけですけれど、2013年と21年との線をそのまま延長したら 1.5 度に合ってるって、2021年っていうとこはまた一つのミソでして、2022年とつないだら全然そうはなっていない。22年はもうコロナの後の、影響が出てるのかもしれませんけど、現実の数字ではないものが現に出てるけれども、そうつながないで、なんか線を延長したらそうなる、なってほしいのか、なるのではないかみたいな、ただそれだけでおっしゃっていて、今後どうしていくのかっていうことについて、今のお話でも、アンモニア混焼の核、などは、2050年に向けて の、 プロセスとして、あったらいいなみたいな話ぐらいしかないんだと、もちろんその通りお認めなんだろうと思いますけれども、それでいいのだっていう居直りのような態度を、国際社会に対しても私を堂々と見せられるところが今回の特徴だったかなと思います。その前提として、日本は資源が乏しい国であるから、
まあ、日本は日本のパスウェイを取っていいのだと、どうしてそこがそうつながるのかもあれですけれど、それぞれの国の事情によって、2050年ゼロに至るパスウェイはいろいろあるのだと、まあ、このことだけただ強調されて、本当に1.5度にどうやってこう整合させていくのかと、みんながいろいろ工夫しているところにはもう何もこう触れないという態度であることは非常によく目立ったと思います。そしてそれをアジアの国々、東南アジアの国々に非常に強くまた働きかけをしようと実際なさっているし、これからもするとおっしゃっていると、まあ、このことについても世界から大変アジアの国々からの発展の経路、温暖化対策の経路を、いい法律 結びつけるのではなくて、誤った方向に足を引っ張る仲間にしてしまおうとしている、まあ、その懸念も多く共有された会議ではなかったかなというふうに思います。我が道を行くっていう、なんというか、居直り的な雰囲気を世界の中に示してしまったと。そして、せめて G7 で、広島の G7 で、書かれた文言の程度までには、なんとか日本政府にも、国際社会で言ってもらいたいと。まあ、それが、なんかこう、日本から行ってる人たちにも、ささやかに期待する、希望するっていうような、そんな対応だったと。というふうに思いました。以上です。浅岡先生、ちょっとお声が聞こえづらかったのですけれども、今のご指摘が環境省並びに経産省にどこまで通じたのか、ちょっと聞こえづらかったがゆえに不安なのですが、もし、ま、お答えが噛み合わなかったら、またもう一回ご指摘いただけたらと思います。どうでしょう、環境省さんと、資源委員長さん、それぞれに。まあ、例えば、アンモニア混焼の、なんて言うんでしょうか、計画とか具体性とかは、まあ、まだやってみなければわからないというような、スタンスの中で、2050年ネットゼロだというふうな対応というのが、やはり本当に二酸化炭素削減とその1.5°C目標に向き合っているのかということで、信頼を非常に損ねているというようなご指摘かと思うんですけれども、私が聞こえた限り。最初にその1点を取らない人が使って日本の目標が1点の整合性があるかどうかっていう、どういう認識があるのかっていうのがすごく重要だと思うんですね。もしそうだと思ったら、46%回復してはないというふうに思っていらっしゃるかと思うんですけれど、で先ほど整合性があるというふうにおっしゃってたと思うんですが、どういうロジックで、どういう理由で、どういう数値的な分析があって、整合性があるかっていうのを、ちょっと教えていただければと思います。で、もう一つ、じゃあ46%できるかどうかっていうのは、今、8年後、何年後ですかっていうお話でっていうのがあるかと思うんですけど、多分、普通の企業だったら、目標が達成できそうになかったら、コンティチェンシープランとかいろいろ考えると思うんですね。でも、そういうのは全然見えなくて、何をやってるのかわからないし、このままいけば、多分99%の確率で46%は無理なんですよ。原発が増えるとか、石炭火力が減るっていう政策を全然取ってないんですよね。再エネも秋って約束が必要なので、せいぜい30%いくかいかないかという状況です。そうすると、もう、ずっとのランク計算で35%になっちゃうんですよ。だから、46%すら達成できないというのは今の日本だという認識をちゃんと持っていただきたいですし、そもそも46%っていうのが1.5の目標と整合性がないっていうことを、つまりあるんだったら、
どういう理由でっていうのははっきり言ってほしいですけど、聞いたことがないので、多分ないんですよ。というのは、カーボンバジェットを考えたら、ありえないんですね。46% ですね、C 国が言っている目標。何パーセントの確率で何パー、何トン、気が、カーボンで、カーボンバジェットなんて、多分考えてないですよね。でも、それを求めていて、そういうのを、それを理由に、化石燃化石賞を研究者と NGO が日本に開けちゃっているんですね。なので、そうです。もし、化石燃料化石賞などに行くのであれば、なぜ一定の目標を、NGO の場合に整合性があるかっていうのを、はっきり定量的に、ロジカルに説明していただければと思うんですけど、そこがされてないのは、日本の一番の課題だと、そう思います。京都が 46% の削減の目的に関しての紹介の事項に関する資料というのは、ちょっと私ども今手元に準備してございませんので、その定量的なものについてはちょっとお答えが難しいところになります。そういうのはあるんですか？はい。そうです。というか、書類は、文書はあるんですか？当時のその、試験の経緯に関しまして、私もすみません。まだ詳細今、把握しているものがございますので、ちょっとそこは今の、この時点でちょっとお答えするのが難しいと。ごめんね、それがあるかないかだけ聞いているんだと思うの。1.5 度 C 目標が、この2030年 46% 削減、そこまでもいかないだろうけれども、でもその、もともとそういうふうにした、元のデータってあるんですか？2013年からその2030年までの、その削減を、直線的にこう、削減するか仮定した場合の、2021年の時点での、その削減の幅というところが、ほぼ、まあ、こうその線に沿っているというふうなところでは考えていますけれども、そこから先にその詳細に行動できていますか、いったところに関しては、今のところに、この辺は注意してございますので、じゃあもしあれば教えていただければと思いますし、カーボンが世界全体の発想の話をどうするかを見つけたら非常にやっていたと思いますので、もしそういうロジックがあれば、というのは、やっぱり2030年の目標に合わせるのが大きく決められているんですが、本当に対して、なんか、今まで結構で来ましたので、問題がないんですけれど、本当は重要だと思いますし、もし伺えなかったら、もう一つ新しい質問なんですけれど、2035年の目標に関しては、日本がどういうスケジュールで、どういう根拠を決めていくのか、先ほど2030年の目標を考えて、新築目標を考えて、いつごろ決めるのか、そこら辺もちょっとお考えを教えていただけたらいいですか。ありがとうございます。おっしゃると、その次の、その目標に関しましては、やっぱり今、交渉中の、国民主義の立ち、なかなかその、グローバルスコープケースの結論ですとか、いったあたりを、まずは、しっかりと名前を覚えて、まず関係省庁と連携して、しっかりといただくので、その検討していくというふうなのが、現状の政府にします。いいでしょうか。飯田ですけど。飯田さん。はい、じゃあ飯田先生どうぞ。すいません。再エネ3倍増についてちょっと伺いたいんですが、これは今回、のコップで一番注目される宣言で。ちょっと待ってください。はい、今、日本上昇 1.5 度 C 目標が2030年の、46%。目標ときちんとそれで合うのか、 1.5 度し下がる目標を、維持できるのかどうかっていう質問が一個あって、でそれを逆に言うと、そもそも 46% も削減しないんじゃないかっていうのもあって、ではこれを、2つ問題があるんだけど、どういうふうに考えていくのかっていうところで、もう少し
答えを聞かせてほしいんですけれど、2030年の、まあ、46% 目標も今のままだといかないのではないかというご指摘と、で、まあ、46% は多分私の理解ですよ、削減されたとしても 1.5°C 目標には到達しないんじゃないかって2つ言われているように思うんですけれど、飛鳥先生、それでいいですか？はい、で多分あの1.5度目標の日本政府 の、 数値目標が達成できるかっていうのは、ちょっとあのカーボンバジェットをどういうふうに分配するかっていう、やもし哲学的な問題にどれあたりで考えるか、コストを最小で考えるか、適切に考えるか、まあ、いろいろ違ってくるので、簡単ではないと思いますけど、多分日本も、まあ、ご存知だと思います、 40% というのは、2050年ゼロにしとるときに、こう、1000を見とるときに、大体、2030年と46年になるっていう、それだと、多分世界では通用しないロジックですし、それで 1.5 の目標を達成できるというふうに、国際社会に多分言わないと思うんですけれど、言えないような数字、あのロジックだったんですけど、多分、文章はないと思う、僕見たことないので、あのもしあれば、ぜひ、どういう、ロジックで、フィロソフィーで決めたかっていうのを教えていただければと思います。あとは、おっしゃったように、その 46% すら今、多分達成できない状況で、さらなるどういうようなアクションをしていくのか、まあ、それも、まあ、この場ですぐっていうことはないと思うんですけれど、少なくとも 46% は、成功しない、かつ 46% も達成できないという認識のもとで、これから温暖化対策、エネルギー政策を考えていただければと、知りいただきたいということで、今のようなことをおっしゃった次第です。以上です。はい、ありがとうございます。あの、ちょっといくつか、あの、ご指摘あったかなというふうに、あの、理解しておりますけれども、まず、その2030年度で 46% のその削減目標が、まずそもそも達成できないんじゃないかというふうな恐れ、あの、これは、非常にご意見としても、あの、いろいろ、あの、承知をしております。ただ、あの、繰り返しになり、大変恐縮ですけれども、あの、現時点で、その、私ども、その、地球温暖化対策計画というふうな形で、まあ、政府の方針を持っておりますので、まずはその2030年度の目標達成に向けては、この、まあ、地球の対策計画にその記載されているその対策施策というのを、まずはしっかりこう実践していくんだというふうなところで、あの、考えておりますので、ちょっとそういった形でのお答えは、あの、なると、あの、ご了承いただけると思います。その上で、まあ、その仮にその日本自体がその 46% のその削減を達成したとしても、1.5 のその、世界全体のその、気温上昇の目標に到達しないんじゃないかというのは、あの、それ一面、あの、おっしゃる通りのところもございます。これは、あの、世界全体の当然ながら、あの、温室効果ガスの排出量ですとか、いったところも、あの、まあ、影響を及ぼすというふうに考えております。で、私ども、あの、決してその日本として、その、まあ、だからといって対策をしない、緩めるというふうなことではなくて、今のその、国内のその対策というのはしっかりこう、あの、積み重ねていくと。で、その上で、まあ、その国際的な、その地球規模でのその排出の削減に向けた、あの、今できることっていうのですね、あの、そこは、再生可能エネルギーのその、まあ、導入拡大ですとか、あの、そういったことも、あの、含めですね、しっかりこう対策を取って、世界全体でのその排出もしっかりこう、下げることに貢献していきたいというふうな、あの、ところが、あの、現状でございます。で、3点目のその、まあ、飛鳥先生おっしゃったその、ファクトリーマスか、定量的なロジックに関しましては、ちょっとそこは、あの、今、すみません、私知ってもでもなく、不勉強で申し訳ないですけれども、そこはちょっと確認させていただければと思います。以上です。あの、2点目はちょっと多分誤解があって、日本だけが 46% 削減しても、世界に 1.5 目標を生むっていう話じゃなくて、46% 目標っていうのが、いろんな観点から見て公平な目標かどうかということです。他の国では 46% 削減という日本の目標に関して、公平な目標だというふうに認識されるのかどうかということで、まあ、多分認識されてないというのが現状だと思いますし、ですからそこを食い違っていると、日本はもう何もやらなくていいということになってしまって、かつそういうことを大臣がおっしゃっているところもあるので、あの、そこは、あの、ちゃんと説明していただければなと思います。あの、私自身がちょっと正確に理解できないところがあるかもしれませんけれども、まあ、その日本自体がこう、まあ、公平なし、あの、負担を負っているのかというところに関しましては、あの、そういったご意見があるというところは、あの、今伺ったところでございますので、ちょっとそこは、あの、すみません、あの、
ご意見があるというところが疑われましたというふうなことでございます。で、その上で、ちゃんと日本として、こう、まあ、だから、まあ、世界の、まあ、大分のその、まあ、手足屋として、こう、日本が、まあ、排出量が少ないので、だからやる、努力が少なくていいんですというふうな話には多分ならないと思っていいですね。それは、しっかりとその世界の、に対しても、こう、日本の 1.5 度、全体のその目標に向けての、環境でのその貢献といったところは、しっかり果たしてまいりたいと思いますので、そういったあたり、よく、まあ、私としても説明させていただきたいというふうに思っています。説明はしてほしいですけど、まあ、どんな意見と指摘があるのかっていうこともね、きちんと、まとめて出してくださいますか。3点目は、探してみるということでしたので、先ほどの飛鳥さんの求めたデータですよね。何をどのくらいどうすれば、どうなっていくっていうふうなものは探してみるとおっしゃってくださったので、それはお待ちしますから。で、2点目はその日本が30年、まあ、に 46% 削減ということが、今世界の 1.5 度し目標と要するに あってというか叶えられるのかっていうところで、どんな意見があったりするのかっていうところで、まあ、日本おっしゃってることは足元を頑張りますということだけなので、もちろん足元頑張ってもらわないと困るんですけれども、目標の立て方とか考え方のロジックですよ、そこがずれてるんじゃないかっていう指摘なので、もうここは一応これで飛鳥先生いいですか、終わらせていただいて指摘を。はい、研究ではなんかポスト費用最小というものだと、日本はこの時期2013年比 62% 必要だと。1人当たり排出量とか歴史的排出量を考慮すると 100% 以上必要という、1.5 の目標を 67% の確率で、実現するカーボンバジェット400ギガトン2030年までというのをで考えるとそうなります。なので繰り返しますけれど、1.5 の目標にのフェアシェアとして 46% っていうロジックをもしあれば教えていただければと思います。以上です。はい。では、飯田先生、すいません。お待たせしました。お願いします。はい。原発3倍増は後でまた、バンさんとか大島先生が、質疑されると思いますし、まあ、あれはあくまでライクリーマインディットで、世界的な現象じゃないので、あれですけど、再エネ3倍増に関しては、やっぱり今回の COP で出てきた新しいもので、まあ、それこそ 1.5 度 C 達成する一丁目一番地は、とにかく再エネの中でも太陽光と風力を飛躍的に増やすということが、もう大体世界のコンセンサスになってきたということが背景にあるというふうに理解をしています。で、しかもこれは EU とアメリカがリードをして、日本もこの署名宣言、制約に対して、その支援に回ったということで、日本も当然これは、採択されるということで、でも先ほど NHO の方の説明だと、その日本も2030年36から38で整合するようなことをなんかおっしゃったような気がしたんですけど、これってあれですよね、今世界全体で、再エネ3000、3500、まあ幅があるけど、IEA と ID ので幅があるんですが、3500ギガワットを1万1000ギガワットに増やしましょうと。で、まあそれのほとんどはもうはっきり言って太陽光と風力で埋める以外に不可能なんですよ。で、日本で言えば、太陽光がまあ80ギガワットぐらいに、風力が5ぐらいなんで、85を3倍にしようとすると、なんだ、200、3×24、355の、まあ、90だとして270ギガワットぐらいに増やさなきゃいけないんですが、あと6年で。たった6年であと270ギガワットに増やしましょうと言いつつも、先ほどの日本の、2030年のこれまでのその、再エネ36から38のうちの太陽光のフラクションっていうのは、わずかに、確か100、幅、これも幅があって120から150ギガワットぐらいだったかな、というのをあんまり増やそうとしないと。で、もうなドイツは2030年215掲げてますし、アメリカも、120ギガワットを550ギガワットに増やすと。で、中国はもう今年1年で400ギガワット増えるですが、
いや、世界全体400か。今年中国が400か。とにかく中国は950ギガワットというですね、大体あんな巨大な国々がですね、何倍って、もう3倍、4倍って増やそうとしない。日本は1.5倍ぐらいしか太陽光を増やそうとしないと。で、もう風力は洋上風力がまあメインになるかもしれませんが、これもなかなかペースが遅いということで、この3倍増、日本も国際合意に関して支援に回ったにもかかわらず、国内足元全然できそうにない。ですが、まあ、それで先ほど安倍さんもおっしゃったその出力抑制、日本太陽光と風力っていう自然変動型電源ってわずかにまだ十数パーセント、九州、中国が15、6パーセントしかないのに、こんな低い比率で、多分今年年間を通じて、我々の資産では15から20%ぐらい抑制になりそうなんですね、1年間の発電量に対して。こんなに抑制してる国ってないんですよ。もっと60、80、オーストラリアなんかは、南オーストラリア80%超えてますし、デンマークも風力でもう60数パーセントですけども、せいぜい2%から3%ですよ、抑制が。だちょっとこの抑制に関しても抜本的な対応しないと、この先、このやっぱり太陽光と風力、つまり自然変動型電源が主役になるというのに、その対応が先ほどの系統、なんか教科書みたいな話を言ったところで、お話にならないので、まあ、そこのところどうしようとして、この国際合意に日本は支援に回ったんですかっていうことをお伺いしたいです。はい、じゃあ主に2点あったと思いますけれども、2030年までの3倍目標について日本の取り組みいかがでしょう。経産省かな。はい、経済産業省資源エネルギー庁でございます。先ほどご紹介させていただきました、この、世界の、再エネ、省エネ宣言には123カ国が参加しておりまして、日本も含めて賛同しております。で、この合意文書では、世界の、再エネ3倍に向けて協働するといったことが書かれております。で、先ほど飯田先生からも言及ございました、IEA ですとか、アイリーナのレポートでも、やはり各国それぞれの事情、ございますし、この3倍というのは、今、例えばほとんど再エネが入っていない途上国、そうした国も含めた全体での再エネでございます。で、日本につきましては、まずエネルギー基本計画の目標を着実に達成し、ここは先ほど先生がおっしゃっていただきました、太陽光、こちら、まあ、例えばピットの屋根への設置を、まあ、拡大していくですとか、あと風力につきましても、洋上風力、こちら、2030年に10ギガワットの案件形成、2040年に30から45ギガワットの案件形成。今、足元ほとんど、まだ発電量としては稼働しておりませんけども、そこを急激に増やしていく。そうした手を掲げているところでございます。こうした取り組みを通じながら、2030年36から38%の目標に向けて、着実に達成したいというふうに考えております。出力制御については別のものからご回答させていただきます。ごめんなさい。飯田さんがお聞きになったのは、2030年で、まあ、36から38%で、これは設備容量は3倍にはならないですよね、日本だけ取れば。全世界で3倍にするんだというので、風力のこととか日本のおっしゃいましたが、2030年でもし、比にして36から38%にしたとしても、設備容量は今の3倍になるわけではないですよね。日本はどのくらいになるんですかね。はい、こちら、設備容量ですと、少しこう、変動のところもございますので、あれですけども、例えばエネルギーミックスの発電容量と申し上げますと、2022年度では、21.7%ございます。こちらは約、2000億キロワットアワーペースでございます。で、こちら、エネルギー基本ミックス、2030年段面では36から38%という形で、3360から3530億キロワットアワー。だいたい今の、まあ、1.5倍程度。でございます。ですから、先ほどの日本もこの、いや、世界全体で3倍増えるから、日本は、まあ、国内で適当にやっとけばいいんだっていうのは、さっきの CO2 のターゲットと一緒ですね。日本が全然それ、太陽光と風力はこんなに短期間に増えるんですよっていうことを、みんな世界各国は確信持ってるから、この3倍増という目標、テラワットというかギガワットという設備容量での3倍増が出ているわけで、で、CAN がですね、直前にリニューアブル再生可能エネルギートラッカーというレポートを出していて、で、私もそのレビューをしたんですけど、で、日本はですね、世界60カ国の中で、
48位かな。ラガードってもうとにかく全然遅れてますよっていう評価になってます。で、やはりそのちゃんとした取り組みができてないっていうのが、これは気候変動全般もそうなんですが、再エネの普及でもなっていてですね。で、そこら辺、やっぱりしっかり、住宅の屋根もそうですし、まあ、農地とかですね、ポテンシャルはいっぱいあるので、やっぱりさ、改めて太陽光と風力をどうやって加速的に増やすのかという施策をもう一回打ち立てないと、その中に出力抑制の対応もあるわけですけども、やっぱりこれ、本当に日本は遅れてしまって、いるというのが、この再エネだけを取ってみてもですね、はっきりと、まあ、ファクトというか評価でも出ているんじゃないかなと思いますけど。はい、シーエネルギー長でございます。ありがとうございます。太陽光につきまして、先生おっしゃっていただいてました通り、公共部門ですか、工場、倉庫、建築部に対する導入強化を進めつつ、あとは、環境省、国交省などの関係省庁とも連携しながら、例えば温帯高の促進区域、などですね、こうした導入促進を進めていき、やはり風力のところにつきましては、様々、地域での、調整など、あるというふうに承知しております。その中で、例えば洋上風力につきましては、日本は世界全体の、世界で比べてもいい、排他的経済水域も6位の面積あるなど、こうしたところも今後ポテンシャルとして、検討していきたいと思います。また、グリーンイノベーション基金を使いながら、次世代型の太陽電池のペロブスカイトですとか、浮体式の洋上風力、こうしたところも今後のポテンシャル、といったところに、つながっていくものだというふうに考えております。ちょっと安倍さんが中座しましたので、司会を京都大学の近藤でございますが、務めさせていただきますけど、平先生、まあ、一応お答えがあったんですけど、どうでしょうか。あ、私ですか。まあ、まあ、いつもやってるやりとりなんで、はい。まあ、もうちょっと本当に、日本は太陽光のコストも、ロシアと並んで世界で一番高くて、で、それは民間の、なんとか民間の産業構造が、東電の、なんだ、廃炉作業と一緒で、ひ孫とかですね、どんどん孫請け工場っていうのもあるんですけど、やっぱ役所の規制も非常に縦割りかつ時間がかかるので、で、そこら辺、どこだったっけな、今、規制手続きも促進的に進めるようにというようなですね、そういう、まあ、ドイツも今年の初めに導入した EEG の2023で、まあ、2%の土地を風力に提供しなさいとか、で、太陽光の手続きは、何日以内にやりなさいとかですね、非常にそのスピードアップにすごく時間を、行政の手続きも縦割りを反してスピードアップすると。で、それからフランスなんかでは、ガレージですかね、ガレージに関してのソーラー、太陽光を設置することを義務付けるとかですね。まあ、そういう形を徹底的にやってるんですけど、なんか日本は一番化石燃料35兆円も輸入する円安で苦しんでいながらですね、まあこれ EV 普及も非常に日本だけやたら遅れてるわけですけども、まあ、非常に本来一番必死にならなきゃいけない再エネ推進がですね、非常になんかブレーキをかけるような措置が多くてですね、なかなかこう言ってることと現場でやってることとの距離がちょっとありすぎて、まあ、そこら辺は、まあ、実態調査も踏まえて、施策のもう少しきめ細かなですね、テコ入れをしていただいたらいいかなと。まあ、出力抑制はその最たるものですけども、ぜひそこら辺はお願いをしたいと思います。ありがとうございます。これ、すみません。なんで、こあ、いいでの、す。コメントなんでいいです。いいですはか。い。じゃちょっとでも私の方から。再エネ出力抑制って、これなんでこんなにしてるの？すみません。新エネルギー庁です。先ほど冒頭のところですね、申し上げたところですけども、出力制御については、
再エネの供給量が需要を上回ると見込まれる場合に行うというものでございます。これは電力の安定供給を維持する上で必要な措置でして、先ほど国際的なところありましたけれども、我々の認識では国際的にも一般的に行われているというところでして、ドイツやアイルランドですかね。再エネの量は日本とは異なるとは思いますけれども、これらの国でも出力制限を行われているというふうに認識をしております。で、その中で、先ほども出力制限対策パッケージを年内に取りまとめるというふうにお伝えをしましたけれども、その中で、需要面での対策であったり、供給面での対策、あるいは系統増強といったところ、こういった切れ目のない対策というのを講じていくことで、出力制御量の低減というところにしっかり対応していきたいというふうに考えておきます。すみません、国際的にやってる、先ほど私が言ったのは、もちろんどこもやってますよ、やってますけど、その度合いというか、バランスが悪すぎるということを申し上げたわけです。つまり再エネ今後比率を上げていくと必然的に太陽光と風力という自然変動型電源が増えていくと。でその中の柔軟性を増すための手段の一つとして抑制があることは確かなんですが、だいたい 2% か1年間の発電量の2から 5% なんですよ。でドイツなんかはもう 50%1 年間の、比率で、太陽光、そうか、太陽光と風力だけだともうちょっと少ない40ぐらいかな。で、それから先ほどの南オーストラリアとか 80% 超えてますし、デンマークももうすぐ 70% です。風力主体ですが、それでも 2% か 3% ですよ。で、日本はわずかに 15% とか、多分九州とか中国とかですね、せいぜい 15% しかないのに、15から20% ぐらい、まあ、もうちょっと減るかもしれませんが、それでも1割ぐらい、10% は間違いなく超えてくるだろうなというふうに今、我々実際に計測してるんですけども、で、こんなに、要は1年間の発電量の今の段階で1割になったらですね、このあとそれこそ洋上風力とかどんどん増えていったときに、ほっとくと、もうこの前、洋上風力事業者の方とちょっとコミュニケーション。したら今のペースだと普通に試算をしたらですね、2030年で 80% ぐらいの抑制になりますよとか、でもまあなんとかなるだろうからとりあえず目をつぶってやるんですよとか言って、まあ、言ってましたが、それはともかくですから根本的にはですね、これ電力会社が既存の火力発電、とりわけ石炭火力と、まあ、天然ガスは柔軟性があるからもうちょっと落とせると思うんですが、それをできるだけ今 50% まで抑制というルールまで、落とすのところで止めておいて、太陽光と風力は止めたいだけ止めるっていう構図にもなってるんですよ。というのは太陽光と風力は止めれば止めるだけ、自由に止めれるけども、その九州と中国とか、まあ、電力会社の送電会社にすれば石炭火力を維持すればするほど、まあ、全社、親会社の収益が上がるという非常に非対称の構図になってるんですね。で、それが非常に一番根底にある原因だというふうに私は考えてるんですけども、まあ、いずれにしてもその短期的な措置はもう系統蓄電池を徹底的に増やすことしかないというふうに思います。これがもう最大の出力抑制対応なんですけども、まあ、そこをちゃんと系統蓄電池が増えるような措置をもっともっとですね、手厚く制度とそれから市場を整備するっていうのが、もう圧倒的に今、速攻的な措置だと思います。もちろん分散型の VPP とかですね、デマンドレスポンスもどんどん増やしたらいいですし、再エネタスクフォースで指摘させていただいた、そのエコキュートとか、深夜電気温水器を、深夜料金を安くするメニューをさっさとやめさせて、昼間に動かすと、まあ、それでも何百万キロワット昼間に需要が増えたりするので、まあ、そういうことをどんどんきちんとしっかりやっていただきたいなと思いますが、いずれにも今の日本の再エネ抑制は他の国もやってるけども再エネの比率が低いのに抑制が大きすぎるっていう、あまりにもバランスが悪いということは客観的に理解をしていただきたいと思います。
例えばデータでですね、どのくらいの再エネが導入されてて、それに対して出力抑制がどれくらいとか、そういうのはあるんですか、これは各国の。国の審議会でも出しておりまして、多分ちょっと似てるデータが違うかもしれないですが、IEA が出しているデータではですね、日本の出力制御率が大体2%以下のところにこう日本全国では落ち着いているというか、ことがあって、で一方でアイルランド、ドイツでは、伸びると8%とかですね、そういった数字になっているので、ちょっと見ているデータが異なるかもしれませんけども、若干我々の認識と相互があるというところだとは思っています。で、その上で、いくつかのご指摘いただいた、例えば石炭の最低出力のところは、今50%というふうにありましたけども、今回の対策パッケージの中でもう30%まで引き下げるということにしておりますし、高給と、昼間の電気料金メニューのところは、まさにパッケージの中で電力会社に対して促していくということにしております。また、即効性のある取り組みとして、蓄電池の導入というところは、先ほども申し上げましたけれども、予算措置等の中でしっかり導入を図っていくということにしております。いずれにしろ、この4月から9月の間で、昨年比で出力抑制が3倍になるっていうのは、対策が追いついていない一つの、証拠だと思うんですね。ですから、やはり、再エネを増やしたいっていう大きなメインの目標があって、なるべく出力抑制はゼロではないと思いますけれども、まあそれがせっかく増やしても抑制されるというのでは伸びないので、ぜひ、で、またデータももし各国の比較のあれば、いただいたらまた共有できるので、よろしくお願いします。はい。あ、すいません。ちょっとだけデータ共有するとですね。ですから、下が、横軸が再エネ比率で、あ、再エネの中でも太陽光プラス風力っていう、自然変動型電源なんですが、まあ確かにアイルランドは、まあ、10%ぐらいいっちゃってますが、九州が今年18.5%に多分今年度なりそうなんですが、抑制率が我々の試算では20%超えそうです。で、中国電力は15.5%だけども10%ぐらいを抑制しそうだ。要は1年間の10%ぐらいカットしちゃうと。で、チリは確かに低く、あれでしたけど、今チリを優等生になってどんどん、まあ再エネ比率もまだ少ないんですが、抑制率は下がり、だいたい5%、アイルランドのちょっと高いところを除くとですね、5%ぐらいに収まってきているということなので、ここら辺、やっぱり抑制はマックス5%ぐらいに収めて、しかもその再エネ比率、今後も再エネっていうか、太陽光風力比率はどん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 高くなるので、やっぱりさっきの蓄電池とかと徹底的な対応をぜひやっていただきたいというふうに思います。はい、何かありますあ、か？ありがとうございます。はい。ちょっと急にところは、はい、多分試算値で、はい、我々もまだ2023年の試算値等に出してないので、若干の数値のところは、この瞬間ですね、評価ができませんけども、はい、傾向としては、お指摘の通りだとは思います。この点、山田さん、何かコメントおありですか？すいません、急に指名。いい、飯田さんにも言われて、出力抑制対策を私どもも、資源の委員長と議論してさせていただきました。その結果のパッケージが作られたかと思います。そういう意味で、ずいぶんやってはいただいている。私一点ちょっと気になったのは、石炭火力の50を30に引き下げるとは、確か新設の石炭火力だけで、昔のものは50のままなんですね。で、これなんで、今の、貸し付けたものは50から30下げないのかっていうと、結局のところ、そのメーカー保証ができないんだと。で、昔の炉を作った人たちは、その50っていうことでメーカー保証してて、30が取り付けられない、そういうところがあるっていうんですけど、まあ、そういうのももう一頑張りできないのかなと。要は石炭火力50を30に下げて、その分だけ出力抑制なくなるわけで、もう一頑張りしてやりたいなとは思っていますけども、なかなか難しいかもしれません。すみません。貴重なご指摘ですので、ぜひ、検討していただきたいと思います。はい、どうぞ。関連してとか、ちょっと常々、思ってるので、まあ、石炭の抑制のこともありましたが、なぜアンモニア混焼にすごい力を入れてるのかなと。
思うんですが、いかがでありましょうか。この GX でもかなりアンモニア混焼を推奨して、なんかいろいろと資金を投入、まあ、研究も含めて投入するのかなと思うんですが、それよりもすでに技術としてできている再エネをもっと推進した方がいいかと思うんですが、どうなんですか。アンモニアにすごい力入れてるなと思うんです。石炭火力のところで、まさに脱炭素化を図っていくという一つの手段として、混焼を促しているというふうに理解をしております。だからいい何を流してるのか、どうも本当にいいのとは、そんな小数減らないんじゃない。脱炭素、火力の脱炭素化のところに貢献をするというふうに考えております。いつまでに脱炭素するというのは問われていて、昨年ずっとその2030年の目標46%も全然1.5度に成功できない、かつ46%ですら実現できないという状況で、脱炭素に貢献するから、いつまでっていう言い方ってちょっと違うんじゃないのかなと思います。だから2030年までにアンモニアで、多分ほとんど計算の仕方にもよると思うんですけれど、ほとんど削減にならないんですよね、2030年においては。なので、やっぱりおかしいんじゃないかということで、化石賞なりいろんな研究機関から、別に化石賞はどうでもいいんですけれど、いろんな研究機関から日本の、アンモニア水素混焼はおかしいという、ちゃんとしたレポートが出てると思うんですけど、それに対してちゃんとした反応は日本政府からは、僕、出されたことは見たことないです。繰り返しになりますけれども、2050年に向けてのところで、火力の脱炭素化のために、アンモニア混焼というのもお考えているところでございます。一言だけ、でもさっきも言ったんだけども、石炭火力を交渉している間は、脱炭素にならないでしょ。脱炭素化って言うけど、現炭素にはなりますよ。だけど、混焼してる間はならないわけでしょ？脱炭素って言うんだったら、燃焼にしなきゃなんじゃないですか。燃焼にして、それも、ね、アンモニアも、再エネ由来の、ね、グリーン水素から作ったアンモニアにして、ようやく脱炭素になるかどうかじゃないですか。ね。その過程、2050年にそれをもし実現するとしても、その間は石炭火力を回し続けて、ね、混焼だと言ったって、残りは石炭の CO2 を出し続けて、それで本当に46%とかね、言ってる目標が達成できるのかっていうことだと思いますよ。だからなんか言葉遣いが間違ってますよ。化石燃料と脱炭素化って、だって化石燃料使ってないと出るんだから、CO2。違いますか？だから CO2 の本当に削減するためには、一時ね、もしアンモニアを使うとしたって、その先はやっぱり止め手がなかったら終わんないですよ。最終なんですか？最終ゴールは。で、それが脱炭素、化石燃料の脱炭素化なんですか？ちょっとそこ教えて。そこはアンモニアの活用というところで、電力の安定供給と脱炭素化に向けての対応というところでございます。安定供給は誰も否定していないんですけれども、混焼じゃなくてね、脱炭素化っていうけど、山崎先生、脱炭素した方が、だって世界はもうそれを求めてるんじゃないのっていう指摘なんだと思うんですね。なんでそこに混焼っていうワンクッションを置くのか、それも教えてくださいな。ワンクッション、そこは、すみません、繰り返しになってしまいますけども、まあ、技術的な面であったりとか、安定供給の維持という観点で、混焼というところになっております。それは違うでしょ。いや、だから、まあ、100歩譲ってね、石炭火力をあと10年使わなきゃいけないと。ね、10年使わなきゃいけない、再エネがね、導入がまだ
道半ばだから、あと10年は石炭火力使わなきゃいけない。その石炭火力の CO2 を減らすためにアンモニア混焼を頑張りますって言うんだったら分かるんですよ。それだったら石炭火力はもう止まるんだからさ。そこで再エネ何も再エネきちっと切り替わるんだから、それだったら分かるんですよ。でもあなたの説明ってさ、それが最終形が全く見えないんですよ。最終形は何なの？じゃあアンモニア混焼で、ね、カーボンフリーにするのか、そこはっきりしないとおかしなことになってますよ。はい、ご指摘ありがとうございます。なかなか技術の面であったりとか、そういったところもありますので、2050年に向けてというところと、脱炭素化を図っていくというところに、のところですね、成功がなかなかというところではございますけれども、はい、今の我々の、考え方としては、アンモニアの活用を含めて脱炭素化を進めていくというところでございます。はい、かなきりがないかもしれないんですけれども、ちょっと話題を変えて、強敵電車の時には、日本は太陽光一番だったんですよね、設備容量も。で、今こうなってしまったと。だからやっぱり政策、温暖化政策って結局産業政策で、そこは十分に、経産省なり、資源庁の方には理解していただければと思います。で、水素、アンモニアってのは、単純に今電力会社が今の石炭火力を使い続けたいっていうことから始まって、じゃあそれをどうするか、いつまでどうなるか、粒子的にどうなるか、コストがどうなるかって多分、考えてないんですよね。で、考え、まともに考えたら、ものすごいコストが高くなるし、ものすごく電力効率が悪くなることをやると。っていうので、やっぱりおかしいんじゃないかっていう声が国内からも上がってますし、国際的にも上がっているかと思います。で、IEA も、石炭火力はやめるべきだということを言ってますし、まあ、そういう中で、まあ、日本だけがどんどん孤立していると思います。G7 でも孤立していますし、COP でも今、最終的な対処方針ならどういう立場かわかんないんですけれど、まあ、なんていうんですかね、いろんな国に関しては、から見れば、日本は非常に、何をやってるのか分からない、何を考えてるのか分からない、音楽対策なんてどうでもいいんじゃないかと思われているのかなと思います。なので、まあ、そういう状況を客観的に意識していただきたいですし、もし本当に、日本が 1.5 度目標なり、に整合性があるということであれば、その目標をちゃんともっとロジカルにおっしゃっていただけないと、我々は、そういうも、研究者としては理解できないとは思います。はい。まあ、この点も大体問題意識として指摘している点は経産省もお分かりだと思うので、逆にアンモニア混焼のメリットがあるのだろうかって私たち疑問なんですよね。コストも高いだろうし、技術もまだ不確実だし、なんでそこにそんなに固執するのかっていうところがね、まあ再エネを加速することによって、石炭火力からはそれこそフェイドアウトできるんじゃないかと思うので、まあ指摘、飛鳥先生がまとめてくださいましたけれども、もう一度その点はまた議論をさせていただきたいと思います。で、あともう一点先ほど飯田先生が大島さんが指摘されるのではないですかとおっしゃってたので、大島先生もし入っておられたら、原発の設備容量をこれも2050年までに3倍に増やすという宣言、これ最初の環境省のお話では22カ国で合意ということですが、こういう時の合意って3カ国のその一部の人の合意っていうことなんですか？これはどういうんでしょう？ケイさん。はい。資源エネルギー庁です。お答えいたします。今、先生からのご指摘は、参加している国の一部の合意かということでいただいておりますけれども、
この12月2日に原子力3倍というのを各国政府機関で合意しておりますので、これは別に各国の原子力当局だけが参加しているというわけではなくて、各国のそれぞれの合意であるというふうに、認識しております。各国というのは22カ国のことでしょ？はい、そうです。ね、この COP に参加している国にとってはこれは何か全体に意味があることなんですか？その中の一部が、自分たちはこうしたいなっていうことなんですか？すいません。ご指摘、ご質問の趣旨を取り違えまして、失礼しました。今先生がおっしゃっていただきました通り、COP に参加している世界百数十カ国の中の、23カ国が、この原子力の、3倍するというのに合意したということでございます。で、なぜでは、この COP の場において、わざわざその原子力の人たちが集まって、ここで発言したのか、こういった合意を取り付けたのか、ということなんですけれども、その原子力を担当している、関係する国々としましては、2050年のネットゼロ、これを達成するために、原子力として何か、貢献したい、そういう思いがございまして、そのために、その COP の場において、原子力3倍という、発表、目標なんですけれども、これを世界で、目指していこうということを発表したということでございます。で、これが、COP 全体の合意との関係というところにつきましては、私のその COP の交渉の実態については、承知しかねるところございますので、お答えいたしかねますけれども、あくまでこの COP の脇でやっていた、原子力に関心のある国で集まった合意というふうに理解しております。質問なんですけれど、日本政府は積極的にそういう合意作りに関わったんですか、それともまあいいかという感じですが、関わったんでしょうか。政府の検討の内情を、なかなかちょっとお伝えしづらいところございますけれども、実はですね、今、この合意文書につきましては、経済産業省のホームページの方に掲載させていただいております。経済産業省の吉田政務官が出張しましたので、その出張報告、出張の成果というところでプレスリリースをしておりまして、その中で、原子力3倍宣言について、その合意文書の本文と仮訳の方を掲載させていただいております。で、その中にその仮訳に、記載がございますし、本文にも記載がございますけれども、その今、ここに書いてあります、世界で3倍を目指すというところのパラグラフについて、申し上げます。各参加国の異なる国内事情を認識しつつ、2050年までに2020年比で世界全体の原子力発電容量を3倍にするという野心的目標においての共同コミットするというのがこの本文にございます。冒頭にありました、各参加国の異なる国内事情を認識しつつというところが、今回の、日本が参加した上での基礎になっております。日本としましては、先ほど申し上げました通り、2020年の発電比率におきまして、20から22%を目指すというところの目標に変わりはございません。ですから、仮にその設備容量を3倍にしろと世界に言われたとしても、いやいや、それはできませんと。我々は今目標として20から22%を目指すというところ、これは今、政府として合意している、国民にコミットしている約束になりますので、これを、上回るようなものを仮に求められたとしても、それはさすがにできません。というところで、今回の合意に参加したという経緯でございます。すいません。なんか、本当にこう私と合わないんですけど、原発の依存度低減っていうのは、日本のね、エネルギー基本戦略っていうかね、エネルギーの中の基本だと思うんですよ。まだ今それ消えてないですよね、エネルギー基本計画もあるし、原発依存度を低減しなきゃいけないと。ね、それをなんでかって言ったら、原発事故の教訓でしょ？で、核事故はどこでも起こるんだと。ね、絶対安全はないんだと。ひとたび原発事故を起きれば福島でのことになる。だから減らすっていうのを決めてたんじゃないですか。なんで世界に行って、ね、いや、それは国の事情でね、違うのかもしれないけど、日本のね、皆さんが3倍にしようっていうのに賛同するっていうことは、じゃあ日本はね、危なくて大丈夫、危ないからやらないけど、他の国はどんどんやってくださいと。それが福島の原発事故の教訓なんですか？
そういうことで。お答え申し上げます。矛盾してない。矛盾しているかどうかというところにつきまして、それが先生のご質問かと思いますけれども、こちらの宣言文にですね、今申し上げました本文、先ほど申し上げましたけれども、その冒頭のところで、世界のエネルギー関係機関からのレポートについての報告がございます。まずはじめに OECD の原子力機関、ここにおきましては、OECD 原子力機関及び世界原子力協会の分析によれば、世界全体の2050年までの、排出量、ネットゼロを達成するために、2050年までに世界の原子力設備量を3倍にする必要があるという報告がなされております。また、気候変動に関する政府間パネルの分析、これによりますと、1.5 度シナリオのためには、2020年から2050年にかけて、世界の原子力発電容量が約3倍に増加するというも、文言がございます。また、IAEA ですね、国際原子力機関。こちらにおきましても、これは、去年、今年、提出されたレポートですけれども、ネットゼロを達成するためには、現在世界で、設備容量が約370万ギガワットあるんですけれども、これを890万ギガワットまで増加させる必要がある。こういったレポートがなされております。このように、世界で原子力の設備容量を拡大することがネットゼロに貢献することであるということは、原子力の関係機関のレポートで明らかになっているお話でございます。また、先生ご指摘ありました通り、日本がその福島での事故があったにもかかわらず、海外に原発をどんどん作れというのは、いい加減ではない、非常に無責任ではないかというご指摘をいただいたかと思いますけれども、まず日本におきましては、安全が確認された原発から動かしているということになっております。それで、目標であります20から22%を目指していくということになっている。で、また、先生ご指摘ありました通り、原発を減らしていくんではないのかというふうな、それが目標なんでないのかというのが、ご指摘あったかと思いますけれども、福島の事故の前は、日本の原発比率約3割ございましたけれども、現在の目標としております、2021年に策定されましたエネルギーミックスでは、20から22%を目標としているということになっております。ですから、原発を減らしていくというところにつきましては、これまでの方針と何の矛盾はないものと理解しております。まあ、初めに言ったレポートは、それいくらかあるの知ってますよ。それを日本が指示をするんですか、全部。日本はそれを指示をして、じゃあ次のエネルギー基本計画では、ね、原発3倍減るんだね。ね、レポートに書いてあるから、ね、3倍の方針正しいんですって言うんだったら、日本のエネルギー基本計画を考えるときって、それがベースになるのかって、おかしいですよ。ご指摘の点で、点です。いいよ、それから、その後ね、言ってる話だって、いや、福島原発事故の前と比較してね、減ってるからいいんだって。じゃあ、福島原発事故の教訓は何だったんですか？ねえ。もちろん、福島の前に戻せなんて誰も思ってないですよ。できるだけ低減しようねって言ってたじゃないですか。できるだけ原発は依存、低減させようと。当然です、安全だって言うのを動かすけど、安全なんて絶対安全ないんだから。今の説明は私は全然納得いかないんですけど。本当にさ、もうちょっと責任ある日本であってほしいんですよ。三倍増みたいな話があったときに、ああ、そうだそうだって乗るんじゃなくて、いや、福島のね、教訓をベースにしたらね、もっと慎重やった方がいいよって、なんで日本はそこで言わないの？あ、それがなかったら日本は尊敬される国になれないですよ。今先生からご指摘ありました通り、世界で3倍にするというのは非常に無責任であるというご指摘だと思いますけれども、まず先ほど私から申し上げました通り、世界の原子力関係機関では、ネットゼロを達成するためには大きくすることが必要。言うけど、原子力の関係機関は自分たちのビジネスとしてもね、伸ばしたいんですよ。ね、そういう人たちのことを考えてますから、私。ね、原発じゃなくて再エネを入れたいっていう人たちがたくさんいるんだよ、他のグループで。そしたら再エネ入れるんだったら原発は邪魔だって言ってる人たちがたくさんいるよ。そういう研究者ならたくさんいますよ。ねえ、原発を伸ばしたいっていうレポートを書いている原発の関係者が正しいって何で言えるの？
それは全然ロジック合わないでしょ。それをちゃんと評価して、ね、正しい方針決めるのが政府の役目なんじゃないの？官僚の皆さんの役目でしょ。その世界で3倍にするというロジックが正しいかどうか、これについては詳細な分析を我々としてまでしておりません。まあ、そういったレポートがあるということは認識はしております。で、そのレポートに基づいて、今回、世界の、参加する22国、23カ国が原子力を発生しました。それに日本は乗ったんでしょ？レポートがあるのはいいんですけど、それをどういうふうに考えるかっていうところが抜けてるかも。知れないっていう指摘だと思うんですよ。それから私ももっと単純に22カ国で世界でどうするって決めてもね、まあ世界は広いからその自分たちの国をどうするっていうんだったらまだ責任も取れるけれど、世界で3倍にするってその集まった機関が決めても、もう自分たちのところを3倍にするって言ってることなのか、ちょっとこれはよく内容がわからないんですよね。はい。で、大島先生、すいません。はい、この手お願いします。はい。なかなか、意見の一致は見られないのかもしれないんですけれども、ニュークリアに関しては、IAEA が確かにレポート出してるんですけれども、必ずしも3倍にしないとダメって書いてあるわけでは、なくてですね。それは誤解を生むので、やめた方がいいと思います。で、どんなグラフが出てるかっていうと、ちょっとこれお見せするとですね、これご覧になりますか？で、これ原発の、これ、まあ、設備容量っていう、発電量のグラフなんであれですけど、これ2020年だと 10% ですね。で、縦が原子力、横が再エネっていうことで、1.5 度未満にするにはどうしたらいいのかっていうことで、まあ、いくつもシナリオが世界的にいろいろあって、やってますよと。で、で、この濃い青色だと、まあ、1.5 度未満になりますねっていうようなシナリオを、これ IAEA の報告書自体に書いてるんですけれども、で、このいろんなね、原発を何パー、3倍にしないとダメなんてことは書いてなくて、再エネをね、こっちの方に寄ってるわけですよ。再エネ、原発の割合を今までのも、まあ今までかあるいは少なくしても、再エネがすごく多ければ、こっちの方に 1.5 度の未満になるっていうものたくさんあるわけですね。で、もちろん3倍ぐらいにするっていうやつあるんですけど、ごくわずかであって、どちらかっていうと、この縦軸と横軸がありますように、横は再エネは 100% まであるんですね。で、原発っていうのはどうやっても 100% にならないわけで、このグラフ見るともう3倍っていうのも原発目いっぱいあるっていうような、シナリオになっちゃうわけですね。で、この再エネと原発に関しては、IPCC の報告書なんかにもよく書かれてますけれども、やっぱコスト的には、ポテンシャルも小さいし、コストも高いというのが原発であって、で、ポテンシャルが多くて、コストが安くて、あるいはマイナスのコストですらできるみたいなことが書かれてるのは、再エネ。なわけです。だからちょっと今のご説明だと、なんか原発3倍にしないとダメなんですっていうことを、まあその政治に携わってる先生方にインプットするのは正しくないというふうに私は思いますね。はい。コストなんですけど、青色が多かった、右下の青色が多かったってことは、モデルの計算では圧倒的に原発の割合低くて再エネ、省エネが多い。1.5 度を強制できる、そういう結果を出しているモデルの圧倒的に多いです。で、先ほどおっしゃった IAEA のやつは多分、エイヤで数字を IAEA が出して、例えば費用最小で計算してない、書いてなかったと僕は思います。だからどうやって計算しても全然わかんない中に、ただポッと数字が出てきたというのが IAEA のレポートだったと僕は認識しています。で、今のは、ディアサナリが、かなり多くのモデルの計算を集めて分析したものなので、これを見ると圧倒的に原発っていうのは 1.5 度目標に達成には役立たないというふうに考えている研究者がより多い多数派だということは言えるかなと
そうですね。だから、経産省の、まあ、資源庁の方も、政府与党、与党の、ね、政治家の方々にご説明されるときは、やっぱ中立であってほしいな、というふうに思いますね。科学コミュニティの中で、その原発にすごくこう、期待してるっていうのはあんまないので、そこはちょっと、ご修正いただいた方がいいのかな、というふうに思います。はい、ありがとうございます。いただきました時間が6時までで、そして今日は汚い意見交換って言ってるんですけど、踏み込んだ意見交換もできたと思うんです。私たちは行政に携わる皆さんに期待してますし、しっかりと議論できて、より良い方向になることを願って、いろんな指摘はいたしますけれども、そこからまた次が生まれて、日本のエネルギー政策がより良いものになるように、お互い真剣に論じていきたいと思いますので、今日6時までのご参加ありがとうございます。また次回、年明け何かやらせていただきますので、今日のご参加の有識者の皆さんにも感謝して、今日は終わらせていただきます。ご参加の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとう。